日本書日によび政教育チャンネルでようこそ、はい、今回はですね、えー、2023年の2月の4日日程の国学院大学の日本史の問題を見ていこうと思います。では早速いきます。えー、まず1番目ですね、はい、天武天皇についての問題です。はい、在中の出来事としてそして最もふさわしいものです。まず、開封層は、はい、751年の、はい、奈良時代ですね、天平文化です。 犬神満たすきがあ最初言ったのは630年ですね、えー、これ除名天皇の時代ですで飛鳥清美原領の志向はこれ自刀天皇ですね689年ですだからバス×よって答えが絵でしょうね、えー、山田寺のいわゆる幸福寺仏頭の大元になるものを作ったということですでは河川部2です、はい、和道会人、はい、和道関人関係として今回は最もふさわしいものです まず、アですが、はい、えー、これ、穴はですね、丸くないですね。和イチンって、こうなってますね。えー、と、それを、ごめんなさい、えー、和イチンも、そのモデルの開園通報も、中がこう、四角くなってますよね。だから、ここが、えー、丸いではなくて、えー、これが、あ、四角いんですね。四角いです。四角いの間違いです。だから、間違いです。 2は「い」ということで,2位ですがその後発行されたゼニカと同じくじゃなくて和道開珍のみ「い」わ銀と銅2種類作られてますからこれが「バスです。「で、う」ですが平城京の造営費用ですね。でお給料として払ったこれ教科書本文そのまま出てますから「う」が答えということになります。はい。えー、で「え」ははい、別にこの時代洗脳化はしてませんね、えー。洗脳するのは鎌倉時代と書かれたからバスということになります。 はい、では問いの3番です。河川部3。河川部3は、はい、蓄線上位で、はい、蓄線上位での資料ですね、えー。それを選んでいくことになります。まず、あは、これは大仏造流の資料です。そして、い、えー、は、魏志和人間の資料です。えー、そして、えは、 墾田永年したい方ですね。答えが、あ、え、じゃ、うですね。で、答えがえです。はい、では、空欄四番。空欄四番ですが。はい。権限大法、還元大法が作られた時の天皇は、村上天皇ということになります。はい、そして、五番目ですが。いろんな特産品ですね。鉱物の地名です。 えまず絶対なのが武蔵の道です。えー、武蔵の秩父ですね。これは和道会返しながら答えもそうなるとあしかないんですね。はい。河、え、川、ー、部の6、はい、中央財源の維持。中央財源です。では早速いきましょう。まず、えー、省税。省税って基本的に外か稲のことで、えー、地方に抑えますね。中央に持っていくのは、 えー、長や陽ですよね。だから、ここが長、陽の間違いです。だから、ツ。そして、領民のですね成人男子、これを制定と言いますね。えー、答えは、うです。狂気内は、陽が免除。戸籍形成の管理をするのは、民部省ですね。 これちょうど1個倍にアップした学習院でこれ出てます。えー、もしあれでしたらタイアップして見てもらうといいかなと思います。勉強になりますよ。はいでは空欄7、はい、受けるところ関係なくですねどんどん見ていった方がいいです。これ、えー、国士の交代監督ですから7番目ははい鍵石。そして河川部の8です。はい第 はい、醍醐天皇の在中として最もふさわしいものです。まず、えー、藤原のですね。はい、時平時平の陰謀で菅原は左遷。はい、徴兵転居の欄は朱雀天皇の時代だからバツ。答えはうでしょう。絵はこれあんなの辺ですね。ま冷、あ、泉天皇ですね。後、英雄天皇の時代です。霊税から園遊にかけての頃です。 はい、では河川部の9です。河、え、川、ー、部の9ですが、図量。図量に関する説明として最もおふさわしいものです。はい、有力道民に、いわれるタトです。年地の工作を行くわせて、官房性臨時増約を課した。まあ、普通に考えたら、あが丸でしょう。いいですが、軍事の地方支配に依存。 いや軍事の力がどんどん低下していくんですよね。うわこれ訴えられたのは,、はいえー、これは信忠じゃなくて元長ですね。信忠は頭領、はい、を倒れるところに土をつかめていった人です。で絵はこれ赴任しないのはこれは木代ではなくて、えー、容人ですね。容人国主と言います。はい。 木材は代理ですから。河、は、川、い、部の十情号です。誤っているものです。はい、任間希望者は、はい、土地を寄進した。これって寄進地形荘園ですよね。全然関係ないです。答えはあるでしょう。はい。なお、同一官職再任が再任、えー、ごめん、町人。儀式なんかの日を請け負わせる。 倍感倍の一種まあとりあえずいいでしょう、まあ、前半がちょっと微妙でしょうけどまあいいでしょうはいじゃあ2番目いきましょうえっ、ー、と河川部21荘園整理についてですまず年代が新しかったり書類に不備があったしたあ荘園ですねを停止したまずこれが丸ですいいですが国詞じゃなくてこれ天皇直属ですね、えー、天皇直属です だから罰です。で、摂関しの対象になってます。もちろん、これ、始まった、いつをもって、まあ荘園整理でですね、一番最初は、あ今回はこれ、御三条ではありますが、文章的にですね、大本は醍醐天皇の時ですよね、荘園整理は。そもそもが。はい。AB です。はい。国司が、はい。 豪族は開発領主を空欄にんじた。軍事、豪事、保持じゃないですか。この段階でもこれがいるから答えはこれなんじゃないですか。はい、で、国家の行政機能、伝承。で、空欄が農民の中心、妙手。まあいいでしょう、問題なしさそうですね。はい、23番。荘園 はい、最ももふさわしいものです。まず「あ」ですがはいえ長江道領は後白河です陰性器不入の権警察権の排除答えはいいでしょう「う」ですが神社が荘園を支配しなかったわけないですえは、 これは治業国ですね。全国の半分の治業国を所有していた。だからバスということになります。はい。えー、問いの4番です。河川部の24。はい、今度は治業国の説明です。はい。頼朝の治業国を関東五分国とか、そのまま関東治業国と言います。はい。 で、寺院の経済収益確保のために、いや、これ、その場合です。院ですね。院の収益確保のために作ったんですね。陰文国といって。で、うが答えですね。はい。えー、親戚を国主に任じた。で、えは一見するとあったそうに見えますが、治業国、主、主の字が違います。これです。だから、伐です。はい、25番です。地頭です。 はい、最ももふさわしいものですまずよく出ますねこれはい義経ついぶです義経ついぶで1185年に作られたんですねで年貢の徴収納入遅延維持は対象外でなく対象ないです答えは「う」でしょう 絵は全てではないですね。えー、無本人の書料と平家も完了ということになります。はい、では B です。えー、刑事、裁判に関する職権。最もふさわしいものです。まず A からいきます。幕府の裁定を強制執行する権限を施設巡業という。これは答えでしょう。E ですが、 紛争相手の電池の犬を借りる別に紛争相手の電池の犬じゃないですねこれこれ、えー、紛争中ですね紛争中の土地ですよねだから相手の土地じゃない紛争中の土地ですからバ罰ですでウルスが与えなかったがバ罰ですで逆にこれ広くなってますねはい 終わります問7、河川部27、腸炎高料の年貢の挑発する権限。はい当初は、近江の終わりに限定、いわゆる半税令ですね。答えは、あでしょう。はい、いいですが、制限ではないですさっき言った拡大ですね。だから、×。 で南北省の動乱が終わるのは1392で、この方権限を与えたのは1352ですから、罰あとじゃないです。はい。で、民国内のすべての罰ですね。これっていわゆる主合計のことでしょうかね。はい。混ざってますね。これ主号系は年貢の 納入を受けようやつですね半税例は半分取っていうものですから全然違いますよねこれねはい D と E で主語が弱いところでは誰が一気起こしたのか黒人でしょうね黒人期はい D は黒人そして E は主語は 人国何人統治、守護代、守護の代理ですね、守護代。守護代だから、うか。ということになります。はい、問いの9、河川部30、養殖。では、最もふさわしいもの。まず、あですが、山名は養殖に任じられなくなった、いわゆる山名四色ですから、バツ 表情書は鎌倉府のみのみだから×。うですが、京都内外の刑事、えー、警察、刑事裁判になったのは侍どころですね。×。よって答えがえでしょう。えー、三冠令の細川柴畑は将軍の一族。そこもあれです。はい、では、でかい3番です。えー、では、早速いきます。 まず空欄41番ですがすぐその後とに、はい、四条河原は北の天満宮ありますから、まあ、京都だって分かりますねそして42番盟友が出てますはい最もふさわしいもの江戸の荒ごとは市川團十郎即答であでしょうはい43番目空欄から伝来した三味線三味線は琉球です答えがうです 四十四番はい近松文在門左衛門浄瑠璃作家数々の名作を表しということでふさわしいものですまず「あ」ですが竹本義太夫は髪方です市川團十郎は、えー、そもそも元禄文化髪方ですからねで、えー、江戸ですからおかしいって気付きますね坂田藤十郎です 答えがいいでしょう。それだけ真珠、有名ですよね。はい、<coughs> 国政合戦は明の復興です。復興を描いたんですね。で、日本英大蔵は井原西郭ですね。の作品ということになります。はい、では次、欄段45番です。はい、漢政学の金を出した人。えー、松平定信さんです。 線部46番はい、湯島聖堂はいまず「あ」ですが湯島聖堂は孔子を祀ってますで徳川常吉の時代にできてます答えが「う」でしょうね、えー、後昌平坂学問所ですで第二本書を編纂したのはこれ昌光館の話です昌光館です はい、下線部47はい管制学の金朱子学を正学としています答えはい、e、いです下線部48です管制の3博士島野律さん尾藤二衆岡田幹線のち古が整理まあ答えはあしかないんじゃないですかこれ一応岡田幹線はいませんけどね、えー、岡田幹線のち古が整理です で,、ま、ずイは絶対罰でこれは藤原製菓です藤原製菓中江当時は、えー、陽明学ですからでこれ林信厚方向ですからね、まあ、消去してもやはり「アしかないですよね、はい、49番「関西の三基人の話」ですまず「アですが 法力事件で追放になったのは賀茂君平ではなくて竹之内式部です。で、えー、明和事件で死刑になったのは高山被告郎ではなくて山形第二とかですね。答えは「う」でしょうね。で林兵尊林一件とは関係ないからツです。<laughs> はい、問いの十です。 50番が水戸学。まず「あ」は、えー、そもそもさっき言ったようにこれ大日本史商工館だって言いましてね二度同じ話ですねこれねだから×。でそもそも、えー、この「新論書いたのは全然関係なくて相沢聖司祭」ですね。 だから×でこれ日進感これ合図の話です合図よって答えが A ということになりますはいではラスト問ですね、えー、四角の4です まず、他政府61、幕府の外交についての話です。まず、条約直結収終始求めなかった。<laughs> これ、求めてますよね。許可が下りなかったんです。だから、罰です。改正役所は不平等が縮小した。いや、これ、拡大ですよね。だから、罰。改正役所は、それまでの税金ですね。だいたい 輸入税を20%から5%ト引き下げたから外国製品が安くなっちゃってますから、えー、ということですよね。で、うですが、例えば、かつ改修、新政府に一時海軍協度から入ってますから、×です。ちょっと難しいかもしれません。答えがえです。はい、では次、第1第2次、コロナ内閣の話です。まず、国民政府を相手とせず。 まあこれはいいんですが、宣戦布告はしてませんね。えー、あえて事変という状況だったんです。で、党は新知事を,を声明、前半は第一、この辺内閣。で、アメリカ、これね、ちょっと良くないのが、ここに点を入れてほしいですね、ここに点がないとだめですね。なんか、党は新知事がアメリカなのかと、よく、文章から、本当はこれ微妙なんですけど、まあ一応答えいいしかないです。なぜか。 はこれ日独ッ協防協定は広田内閣です。これ広田内閣でこの絵じゃないからです。で、ニースと中条約の締結に反発してではないです。アメリカが対日石油の禁止を決定したのは、えー、南部仏印進駐ですね。えー、南部仏印進駐です。ですので、それを考えると、はい、えー、やはりね、はい、ということころなんでしょうけども、 ちょっとあまり良くない気がしますよね問題として。はいでは河川部六十三です。ではまず行きましょう。アレスが、千八百七十四年の台湾出兵は、えー、いわゆる政府中枢の強硬論者のみが主導を決定した。 まあこの「のみ」っていうのがちょっとおかしいんでしょうね。はい。いいですか、えー、極秘に進められた政府は民間の反応を考慮することがなかった。条約改正交渉、三大事件・憲白運動とかあって、一応それに対する対応 <laughs> もありますよね。そして ウレスがそもそも南カラフトは獲得してますよねツでえー、最後通帳に等しい春ノート春ノート不成功回線が確定これは丸なんじゃないですかでお答え A しかないですね,これねさて問いで読むんですけどもまず赤でいきましょう2大生徒が交代で内閣する県政の上道がわずかあ10年で終わった県政の上道はですね 憲政の浄土は1924年の加藤高明内閣から1932年の五・一五までだから8年、えー、だから罰です、えー、続いて腐敗した政党政治に憤慨したものによっている事件が起き与党党首が、えー、標的となった確かに犬養氏はあ立憲、えー、政友会の党首ですねでは答えはいいでしょうはいまあ続きと書いてあるから、まあ、他の人ももちろん襲撃はされてますけどね えでもちょっと前でいきますと、例えば、はい、浜口も党首で首相でしたしね。はい、えー、いいんじゃないですかと答えは「いいだと思います。はい、ちなみに「ウ」ですが、515事件後、えー、は、はい、反規制政党勢力を増大し、議会政治があ活動が停止、そんな増えてないですよね。だからこれ、×です。で、「え」ですが、えー、体制抑算会決戦に伴い、議会は政府提案に承認を与えるだけ、これが×ですね。はい えー、ということでですね、まあ、そもそも体制翼賛会はこれは正当ではないですからね、これ正当ではないと。はい、だから答えは、e、いということになります。えまず1844、ね、年、オランダ国王からの鎖国維持を求める信書を求めていた、鎖国維持じゃないですね、開国ですから×。で、これは船の数がい、e、は違うから×。<laughs> で、うですが、裏金強行に要求された答え、うでしょう。 エスがアロー,ー事件ですねアロー戦争の影響ですからフランスとイギリスですの影響を解いたと、はい。で、クエラン66番 <laughs> で。三国干渉と来てますから、まあ、これ、両党半島でしょうね、普通に考えて。で、えー、ロフードですから、答えがアです。 はい、68番目です、はい。空難外交で理想主義ですからまあ戦前、シ原外交でしょう、シ原ハ喜十郎。で、69番ですが、はい、これですね、えー、理想主義の波 <coughs> ということで、人員サービス撤廃案提出されてますが、規定はされてません。 えー、いいですが、アメリカは入っていません。で、軍縮条約。答えは、うでしょう。えですが、これは、はい、日英同盟は、四カ国条約ですね。四カ国条約。四カ国条約は中国関係ないです。はい。で、最後にはい。 ちょっとでもこの問題で、全体的に変な問題が多いですけど、まず、あはこれ、どう見ても、超学量です。はい、いいですが、答えがい,いでしょう。で、うは満州からの撤退じゃないですね。えー、満鉄付属地内への撤兵です。満鉄付属地は OK ですから。 で、エですが、で、こちらが39度がイン果関係がないから×。よって答えがいいということになりますね。まあ、あまり良くない問題だと思います。はっきり言ってですね。はい。えー、特に私が良くないなと思ったのが、まあ、これですよね。この問題はあまりよろしくないなと思います。はい。この問題もあんまし良くないと思います。はっきり言ってですね。 はいえー、だからあんまり白しくない問題がいくつか並んでるので下手したらこれも作文ミスで特に問いの「に」なんていうのは文章的に、e は「い」は確かに古ロの,の時代ではありますが前後の因果関係がないですしねバストを見なされる可能性もありますからこれ回答なしというふうに判定される可能性もあるんじゃないんでしょうかね。 はい、ではまたね。他の学校にもね役立つと思いますが、よく勉強して臨んで欲しいと思います。チャンネル登録といいね。ボタンよろしくお願いします。またお会いしましょう。さよなら。